ライターの鶴原博隆です。今回はヤフーショッピングでお得なユーティリティを探していきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。ユーティリティと一言で言ってもですね、まずアイアン型とウッド型っていうのがあって、で最近だとアイアン型も弾上がりやすくて寛容性高いものが出てきているので、そこでまずちょっと迷うところ出てくるとは思います。ただ一般的にはウッド型の方が、オフセンターですね、芯をずらして打った時にもブレづらかったりとか、優しさは備えているので、多くの人には、ウッド型の方がおすすめです。はい、ではいつものようにヤフーショッピングから、カテゴリースポーツのゴルフを選びます。そしてクラブメンズのユーティリティをクリックします。はい、で、まずテーラーメイド出てきますね。安い、いきなり安い。ペイペイモールの中にテーラーメイドのショップがあって、公式ストアで M4 が再販されてます。で1本1万4300円で販売されてるんで、これでいいと思いますあの性能としてはオーソドックスな、ウッド型のユーティリティだと思います。捕まらないでもなく、それほど捕まりすぎるわけでもなく、本当中用な性能に仕上がってるんじゃないかなというふうには思います。なんでこれ迷わず、なんか1本欲しいなと思ってる方は買っていただいて大丈夫だと思います。シャフトがですね、今これ何グラムかな、80グラム台、70グラム台なんで、本当に、ドライバーで60グラム台のシャフトを使ってる方とかだったらちょうどいいぐらいの重さだと思いますね。ドライバーが50グラム台でもこのぐらいの重さ、ユーティリティ多分触れると思うんで、これは買っちゃってください。はい、おすすめです。そして隣にシムマックスレスキューがあります。はい、これはですね、ちょっと19,800円、お値段高くなりますけど、新しい方がいいっていう人はこっち選んでください。はい、でやっぱり見た目も言うたらこっちの方がちょっとかっこいいのでちょっと高く払っても新しめの、いいやつが欲しいなっていう方はこちらのシムマックス選んでもらっても大丈夫だと思います。でテーラーメイドのウッド型のユーティリティというのはですね、しばらくそこまで大きく変わってないようなイメージがあります。M2 ぐらいの時は若干こうアップライト感があって捕まる雰囲気あったんですけども、その当時からやっぱりよく飛びましたし、それは今でも引き継がれています。なのでテーラーメイドのユーティリティは歴代一定の評価を得てきたものと言えます。ずっとレスキューと、ゴルファーから愛されてきましたけれども、今でもテーラーメイドは、レスキューという名前を使い続けています。はい、でちょっとランキングも見てみましょうか。ユーティリティ部門のランキングを見てみます。はい、でこれが今デイリーの集計期間なので、これを週間に変えようと思います。ウィークリーですると週の売上トップがやはりテーラーメイド。はい、でまだ物があるから、そして安く売られているから実際売れているっていうのもあるんですけど、やっぱり性能の良さの評判も皆さんちゃんとご存知なんだと思います。なんでこのあたりは買っといてそんなに損はないというか、間違いはないと思いますね。で4位、キャロウェイのエピックフラッシュスター2019年モデル、
スターの名前がつくキャロウェイのモデルは基本的に軽量で、球のつかまりがいいモデルになってます。なんでちょっとパワー不足でもうちょっと飛ばしたいなと思ってる人とか、あとスライサーでちょっと球を捕まえたいなという人はこのエピックフラッシュスターとかはおすすめですね。これ残りわずか、動画が公開されている時はどうかわからないですけども、はい、お買い得なんでもしあれば買ってもいいと思います。ちょっとヘッドスピード遅めでスライサーの方におすすめします。あとはやっぱり強いですね、テーラーメイドばっかりですね。テーラーメイドしか売れてないんじゃないかぐらいに。あと僕も使ってます、ピンの G425 の、ハイブリッド、これはミスに強い、もうそれが一番のメリットです。で飛距離も結構出ます。ロフトが立ってるモデルになると結構スピンも少なめで、飛んでくれるんで、本当に僕は重宝して今、ロフト19度のものを自分のバッグに入れて使っているぐらいです。まあ万人向けっちゃ万人向けですね。シャフトを選べばもうヘッドスピードちょっと遅めの方から、ハードヒッター上級者まで使えるというのがこのピンの G425 のハイブリッドだと思います。あとランキング見てて面白いのはゼクシオ11、これがもう旧モデルで型落ちになったのでユーティリティも、在庫あって安くなってます。はい、ドライバーからのつながりで使う方がほとんどだと思うんですけど、まあ、仮に単品で使うと考えるとどんな方にいいかというと、やっぱり球を右に飛ばしがちな人はやっぱりゼクシオのこのスタンダードなモデルがおすすめです。はい、こういった見た目ですね。でヘッド構えた時にちょっとこう捕まえやすそうな雰囲気もありますんで、このあたりが安くなってたら買ってもいいかなというふうに思いますね。はい、やっぱりゼクシオの良さっていうのは振りやすさとか当てやすさとかその辺にありますので、ちょっと興味あるなって方は買ってみてもいいと思います。でモデルが1世代古いとか2世代古いとかになっても、まあ、そこまで大きくは性能変わらないのも、ユーティリティだと思うんで、なんでちょっと過去のモデルをこうやってお得に買うというのもありだと思います。あと最後もう一つ言うとですね、ロフトがいろいろあると思います。ロフト立ってるモデルだと、17度とか、ロフト寝てるモデルだともう本当30度ぐらいまで結構幅広くモデルによっては用意されてますけれども、ロフト20度を切ってくるとやっぱパワーがないと球を上げづらくなってくると思います。なので、そこまでヘッドスピード速くない方はロフト20度以上にしておくのがおすすめです。はい、で個々のモデルで球の上がりやすいとかちょっと球がこう強く出るよとかそういった違いはあるので、こういった口コミなんかも見ながらですね、ヤフーショッピングを検索して見ていってもらえればと思います。